きチャンネル。ジョッ。こんにちは。さあ、もう半分も終わりましたけどね。はい。各チームのドラフトの通信もやってきてますけども。はい。今日はですね、広島ですね。はい。3位入れたんでしょうかね。どうなんですかね。これ出てる頃にはもう結果出てるでしょうね。うん、今1ゲーム差。はい。どうなん。阪神に勝ってたよ昨日。うん。どうなんだろうね。はい。3位なのかな。それによって監督人事変わるのかなっていうね。ところで。はい。カープ2019年。はい。ね、佐々子監督、森下君をくじを引くつもりだったが単独でよかった、うん、来年にならないとわからないけどまずは先発で、うん、スピードもコントロールもバランスも総合的に滑っていい。だからね、カープのね、素晴らしいのはね、はい、まあ、19年1位森下でしょ、はい、で20年1位栗林、おで両方とも新人王ね、はい、この両投手がなんと単独指名。あ、そっか、競合されてないのよ。栗林投手も単独だった、うん、他の球団をどうしたんやっていうね、うん、っていうのもあるけども、うん、なんか広島っぽいよね。そうですね、独自の戦略で、しかもそれが両方新人王だからね。それすごいですね。すごいよね。で森下でしょ、はい、で2位宇草、外野ね、うん、若干ちょっと早急にね難ありっていうところと、はい、今年野間がね、うん、また再ブレイクしてきてね、で西川で外野ね、うん、もう一つかっていうところでちょっとそこの競争にちょっと今負けてる感じだね、はい、で鈴木宏斗、はい、もう対談です。あ、もう対談したんだ。初の、うん、ここまででそうですね、はい、うん、まあ、それは仕方ないね、はい、続いて4位韮澤優也内野手。あ、今年投げてなかったっけ、この韮澤。投げてた。あ、投げてたじゃない、出てなかったっけ。いや、すごい投げてたんだと思って。いや、守備で投げるかもしれないです。1試合出てるよ。出てましたよね。打率1割10打数1安打珍しい名前だなと思った覚えが、うん、2軍で2割4分9厘、うん、まあまあでも1軍で、ね、うん、ヒット打ったから、はい、これをね勝手にまた頑張ってほしいね、はい、で次が市原智樹、うん、キャッチャーね、まあまあ出てるよね、うん、でもキャッチャーいっぱいいるからね、いいキャッチャーが多いっていつも言いますもんね、うん、で玉村、はい、ね、投げてる先発、はい、ね、いい時と悪い時の差がちょっとねはっきりしてるからね、うん、去年良くて今年パーッといくかなと思ったけどちょっと行ききらないね、はい、俺の崖っぷち選手に選ばれてるからね、うん、でもまあ勝ったね、黒原森がそんな言うほどパッとしないからね、はい、まあまあまあドラフト6位だからね。そうですね、まあでもねいいね、比較的みんなこう1軍では出たりっていうところもありますね、うん、そうだね。でもまあ森下だけだね、うん、はい、まあでも玉村いい感じ、はい、で、去年、はい、2020年佐々木監督、1位の栗林、すべてにおいて素晴らしい投手だと思う。ま、うん、っすぐの強さ、変化球、コントロールもいい。昨年は森下を取ったが、同等の活躍をしてくれると思う。うん、してくれたね。はい、完璧にね、うん。もう今や守護神、日本の、はい。完璧だね。うん、で、2位森浦。森浦と。リリーフね。うん、左頑張ってて。あ、いいですね。うん、3位大道。お、俺、大道もリリーフの方がいいと思うんだよね。今なんか先発やってるけど。うんうん、はい、なんかこう、見てたらね、うん。で、4位小林。これはまあ、混合だね。はい、1軍投げてる、防御率9、2軍で 2.70、4勝、うん、まあまあ、高卒やからな、そう思ったらいいか。で、ね、で並木、はい、あ、育成になってます。育成になってます。で、矢野、お、矢野選手じゃん。今年ホームラン打ったじゃん、はい、日本ね、小園と菊池がね、はい、コロナになって、二遊間いなくなって、はい、で、まだ1軍いるからね、はい、いい活躍してますよね。してるよ、この前行ったもん、俺。でもあのなんかあれ、はい、登場曲が、うん、あのポッポポッポーポッポッポポッポーだって多分顔ハトポッポーですか。違うよ、あのネズミ、ネズミ村長じゃないな。ネズミ隊長、違う、ネズミなんとか、ネズミだったよな。ネズミ先輩、あ、それそれそれ、村長って何ですか。村長って、いや、なんかそんな感じだって、ネズミ先輩村長、うん、似てんじゃん。だいぶ違いますよね。もうでも6位でね、はい、で育成が二股、うん、はい、静岡のね、静岡結構入ってんね、何気に。そうなんですよ、ね、はい、私もこの、ね、二股くん押してたら育成でっていう、うんうん、で去年が、はい、佐々木監督、即戦力として考えてます、黒川は、はい、完成度も高い、うん、ローテーション勝ち取れる投手になってほしい、はい、まあ、即戦力ではなかったけどね、うん、でも黒原森、まあ、森もこの前初勝利ね、うん、初先発初勝利挙げたけどね、でもまあまあやっと終盤に向けてきたかなっていうね、うん、ところはあるけども、まあ
来年どうなるかだね、はい、で中村健人外野ね、はい、ライドでいい形の活躍してたけどね、うん、はい、でもライドね、いろんな選手がやってるからね、中村翔成もやったし、今堂林がねやってるから、まあここら辺も競争だね、うん、結構守備も良かったから光り輝くものを見せたけどね、うん、はい、2割4分8厘ホームラン3本、これはまだね、はい、来年以降も楽しみだね。そうですね、ま、で田村俊介内野手、はい、1軍出場はないね、で2軍で2割、まあまあ頑張っていきましょう、まあ、1年目高卒だからね、はい、そうですね、で松本龍也これ1軍で投げてんだよ、はい、まあ、まだね、うん、その敗戦処理的なそのところが多いけどね、はい、44試合、まあ、でも結構なりましたね、うん、だから防御率がちょっと高いからね、うん、そこら辺はまあ今後の課題としてもしっかりね、ドラフト5位で40試合以上、はい、だから50試合行きたいね、うん、投げれれば2勝2敗、うん、十分でしょう、はい、そういった意味ではね、いい活躍してるんです、うん、これこそ即戦力、そうですね、で6位末金選手、序盤結構出てましたけどね、ねえ、うん、ルーキーとは思えない風格がある、うん、でも25歳だからね、はい、しかももう26歳でしょ今年、あ、そっか、うん、大阪ガスからか、うん、で2割くぶくりんだよ、うん、日本塁打、はい、なんで2軍行ったんやろな、そうですね、うん、いい感じでできてんじゃんな、うん、8月10日が最後に出て、この前会ったから聞けよかったな、あ、何だったんですか、うん、ご飯た、あの広島ホームテレビで広島行った時に、はい、食事行った時に同じ店にいて、そうなんですか、そう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 、で長野もいて、はい、で YouTube 見てるって、あ、そうなんですか、長野で、なんかあのさっちゃんさっちゃんって言って、はい、初めて話したのに、はい、あの軽々しくさっちゃんさっちゃんって言われたんですか、うん、長野選手に、うん、で言っといた、あのお前なんでロッテ来えへんかって、お前ロッテ来てたらロッテ強くなったのに、理由あるんですよちって、あれでしょって言ったら、よく知ってますねちって、まあ仕方ないなちって、あれ、これそれは言えないよ、じゃあ里崎ライブで言ってください、里崎ライブで言える、あ、ぜひぜひ、ぜひ里崎ライブ来てください、はい、はい、とかいいね、で高木ショート、ショート保守、うん、ショートなのに保守なんだね、そうですね、もしかしたらご両親はショートになってほしい、なってほしかったのかもしれない ね、 ありますね、まあ2軍で100、まあ1、まあこれからでね、キャッチャー多いからね、うん、ということで広島のドラフト評価はこちらです、 A です、はい、だってもう、はい、森下、うん、栗林を、うん、なんて言っても抽選じゃないんだよ、単独指名で行って、はい、新人王で、うん、日本の、はい、もう今メンバーとしては欠かせない存在でしょ、はい、で若い力でね、玉村とか、うん、あとはその森浦投手もいるし、いいし、で、まあ、中村ね、うん、で末金で松本ね、うん、でまあ黒原森、まあ怪我もあるだろうし、まあ、森は終盤良くなってきたからね、来季に向けてっていうのはあるけども、はい、まあバランスいいね、はい、その毎年ね、今までの球団の中では一番こう一軍で見る名前が多かったなってイメージがありましたね、で、まあ、毎年かなりちょっこちょっこいてね、うん、バランスいいし、はい、高卒とかも玉村いたりとか、うん、社会人出身、はい、で大学出身と、うん、別にどの分野にしてもまんべんなくいい形で一軍に出てきてるっていうね、はい、ところを考えるとドラフトいいね、はい、これはカープは、うん、間違いなくね、そうですね、うん、佐々岡監督のドラフトのコメントがスッと入ってくるね、やっとスッと入りました、スッと、これはスッと入った、さすがです、ちょっとね、そうですね、はい、ということでカープは、はい、A です、おめでとうございます。